続いて歌っていただくのは森高さん作詞の冬の名曲「スノーアゲイン」。今年の冬は寒そうです。初雪がもう降りました。ふわふわと I'm not afraid to die.
森高千里さん、ありがとうございました。Oh.
森高さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この私は遠すぎる。
そして今夜は森高千里さんが筒美京平さんの名曲を歌ってくれるのですが、その曲は誰もいない海、1971年に南沙織さんのデビュー曲としてリリースされた17歳。森高さん自身も1989年にカバーして大ヒット。今でも大切なこの曲を筒美京平さんへの思いを胸に歌っていただきます。誰もいない海、二人の愛を確かめたくて、あなたの腕をすり抜けてみたの。走る水辺の眩しさ、息もできないくらい早く強く下、二人の愛を抱きしめたくて、光の中へ溶け込んでみたの。二人カモメになるのよ、風は大きいけれど動かないで、私は今生きている。私は今生きている。私は今生きている。森高千里さん、ありがとうございました。友達のことやこれからのことを心の中で噛みしめていた。あの夜は北風がまた冷たくて、見上げれば星空しかったね。また来ようねとパンフレット片手に約束を交わした。そして北風の中をみんなで一緒に歌を歌って夜にしよう。いつまでも消えなかったの。
せてよ彼との出会い、エンドセス
日突然知らない男が私を呼び止めて、いいかロックンロールを知らなきゃモグリと呼ばれるぜ、俺は次回ストーンズ見に行くぜ。私をバカにしてそんな言い方平気でしていると、おじさんと呼ぶわよ、私ロックはダメなのストライクよ。話したいのはわかるけど、おじさん昔話は苦手、本音を書いたらおじさん、休みには2人
こんばんは、森高千里です。夜遅くまで皆さんお付き合いありがとうございます。今日はですね、いつもと違ったバージョンで、バンドのメンバーとお届けしたいなと思っております。歌を通してですね、少しでも元気になってもらえれば嬉しいなと思います。では聴いてください。渡良瀬橋。渡良瀬橋で見る夕日をあなたはとても好きだったわ。綺麗なとこで育ったね。ここに住みたいと言った。電車に揺られこの街まで私は今もあの頃を忘れられず生きてます。今でも八雲神社へお参りするとあなたのこと祈るわ。願い事一つ叶うI'm not afraid to die.
がとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。森高千里さんでございました。ありがとうございます。アコースティックバージョン、はい、今日はアコースティックバージョンでお届けしました。今日は司会じゃないですからね。そうなんです、すいません、アーティストとして司会をお願いしまして。いやでも2人でね、なんとかアンジャッシュ渡部の代わりやってますんで到底及ばないですから。そうですね、渡部さん見てくれてますかね。見てないんじゃないですか、あいつは。見てると思いますよ、やっぱそこは。見てます。はい、さあどうで、はい、森高さんって言ったらブルーノートの声が中心になって、はい、そうなんですよ、やっぱりちょっとあの中心になってしまいまして、うん、はい、あの楽しみにしてた方には大変申し訳なかったんですけど、でもまたあの機会があれば、はい、やりたいと思っておりますので。ブルーノートならではのちょっと企画とかも。そうですね、やっぱりあの本当にあのそういうこうちょっとね、おしゃれな空間というか大人な空間で、はまたちょっと違ったバージョンでちょっとお届けしたいなとは思っていたんですけれども。いやー、はい、コースティック若干今日は、ね、ブルーノート的な的な感じですかね。ブルー的な感じで、ね、的な感じで、はい、やっていただきましたからね。いや、すごいよかった。この時間に行くのがまた、うん、たまんなかったですね。なんかちょっと油断すると泣いちゃいそうになりますよね。ちょっとね、縦笛の瞬間にね、ちょっとね、なんか懐かしい感じがします、ね。そんな思い出ないのにそんな思い出があるような感じがしちゃうというか。いや、そうですよ。だから縦笛も吹けますけど、うん、ドラムとかもすっごい上手いですから、ね。上手くはないですけど、今度は絶対ね、それ見させてもらいましょう。そっちも生でですか。森高さんのドラム大好きなんです。この後はモロハが登場。緊張しましたけれども、楽しんで歌わせていただきました。ありがとうございます。盛り上がってました。Done. I hope you don't mind. I hope you.
さて続きましては森高千里さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう本当にお会いできるだけで私たちは元気もらえますね。ワクワクしちゃったりして、ね、ありがとうございます。さて今日は日本の元気というテーマでお送りしているんですが、はい、森高さんが元気になる何かこう、はい、物とか食べ物ってありますか？食べ物は、うん、あの粉物が大好きでお好み焼きとかたこ焼きとか焼きそばとか。関西の方ですか？あのでも熊本なので、まああのでも父が大阪なので、うん、はい、まあ、そういうのちっちゃい時からよく食べてました。でも意識でもね、太らないじゃないですか、うん、きっとねちょっとしか食べないんだと思うんですよ。そんなことないですよ。すごい食べます。今日もステージ期待しています、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞこちらどうぞ。さて森高さんといえばこちらをご覧ください。数々ヒット曲ありますよね。今日は何を歌ってくださるのか、3曲歌ってくださると聞いてるんですが、私がおばさんは歌うでしょう。なんでわかるんですか？雰囲気で。雰囲気で、うん、3曲ララサンシャイム行くでしょ、夏って感じで、はあはあ、もう1曲は今梅雨だから雨はやめんじゃないですか。そうなの、わからないけれど、うん、はい、さあ一体どの曲を歌ってくださるのでしょうか。3曲歌ってくださいます。ヒットメドレーです、どうぞ。この調子さ復活だ。
罪には二人して裁判へ行ったわ。日焼けした肌まだ黒い楽しい思い出、来年もまた裁判へ泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人だ、私を抱き寄せて、ずっとこのままいようとキスをした。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくの、派手な水着はとても無理よ、若い子には負けるわ。私がおばさんになっても本当に変わらない、とても心配だ、あなたが若い子が好きだから。ありがとうございました。楽しかった。この後は宮本浩次さんの登場です。続いてはアーティスト森高千里が届けたい思いでございます。まずは皆さんメッセージからご覧ください。ラブミュージックを通してたくさんのアーティストの皆さんが工夫を凝らしながら熱いメッセージと音楽を番組にね届けてくださっていて、とても勇気づけられています。その思いは、同じアーティストとして私も同じです。今回はですね、皆さんと楽しい時間が共有できるコンサートがね、一日でも早くお届けできますようにという願いを込めてですね、これまでのライブ映像をつなぎ合わせて、ラブミュージック特別バージョンのコンサートの夜をお届けしたいと思います。ちょっと割り込んじゃって申し訳ないんですが、私ね見させてもらいました。これすごい。まずね、本当にあの20代の映像もいっぱい入ってますし、またね衣装とかね、とにかく映像ものすごいスペシャル映像になってますね。ご期待いただければなと思います。で最後ね、ちょっとうるっときちゃうようなね、本当に素敵な作品に仕上がっております。ご覧ください。以上です。気持ちも忘れてポジティブに行こう。
森高千里さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イエス。森高千里さんの登場です。冬の名曲スノーアゲインをケミストリーのお二人とコラボレーションでお送りします。さあ今回森高さんにはドラムも披露していただきます。はい、森高さん歌唱前に、はい、すいません、はい、司会者としてバトンタッチさせていただきました、はい、相葉雅紀です。いかがですか僕らの司会。いやいやもう完璧だと思いますよ。本当、いや、はい、ダメ出しあったら言ってください、ね、あ後で言います。すいません、はい、待ってます。すいません待後でダメ出しが来ます。はい、楽しみにしてます。それでは早速参りましょう。森高千里さん、ケミストリーでスノーアゲイン。そしてラグビーワールドカップのテーマソングとして話題となりましたリトルグリーンモンスターでエコー、2曲続けてどうぞ。今年の冬は寒そうです。初雪がもう降りました。ふわふわと舞う雪見ながら去年の冬思い出す。寒い朝あなたをホームでみんなと見送ったあの日、何も言えなかった。会いたいもう一度だけ、今なら好きと言えるして長い冬が来るわ。春はまだ遠い。会いたいもう一度だけ、今なら好きと言えるのに。あなたにさんには午後3時20分ごろ栃木の名曲渡良瀬橋を生披露し、瀬橋で戻らぬあなた浮かべてる。お待たせいたしました、森高千里さんで渡良瀬橋です。渡良瀬橋で見る夕日をあなたはとても好きだったわ。
森高千里さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、森高さんには6時15分ごろ私がおばさんになっても歌っていただきます。最高。日本でここ聞いて、私がおばさんになっても実はこの曲、ある男性スタッフが女盛りは19歳と発言。当時23歳だった森高さんがカチンときてこの曲を作詞、大ヒットしました。時代が変わっても共感できる歌詞に注目です。森高千里さんで私がおばさんになっても。秋が終われば冬が来る、本当に早いわ。夏休みには二人して裁判へ行ったわ。日焼けした肌まだ黒い楽しい思い出、来年もまた裁判へ泳ぎ高さん、ありがとうございました。そして我らが森高千里の21年ぶりとなる全国コンサートツアーがついにスタートです。オープニングは記念すべきデビュー曲、皆さんこんにちは、森高千里です。21年ぶりって聞くとなんかすごいですよね。なんかね、ちょっとまあ年も感じますけれども、まあね、皆さんいろんな人に会って、そして私の歌を聴いていただいて笑顔になっていただきたいなと思っております。私がおばさんになっても本
心待ちにするファンの期待を裏切らない。ミニスカートは今も健在です。まさに名曲ぞろいのセットリスト、全19曲をファンと大熱唱。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ファンの方たちの熱い声援と、拍手で助けられて、はい、無事に終えることができました。でも本当すごい楽しんでステージができたので良かったです。はい、顔とかもやっぱり見えますし、最初はちょっと緊張してた顔がだんだん笑顔になったり口ずさんでくださったりとかしてるところも見えてくるので、なんかそういう表情の変化とか見るのもすごく楽しいし、なんかそういうところも見ながら歌ってるっていう感じです。まあ本当今回はシングルばっかり、まあ本当ベスト版に近い形のセットリストなので、多分こう来ていただけると、そうですね、一緒に歌っていただける曲ばっかりだと思うので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいなと思います。そして一緒に楽しみましょう。LOVE MUSIC ではこの街この街へ行く森高さんを追いかけます。ご期待ください。さあ今週はですね、はい、まあ、森高さんのなんと21年ぶりとなる全国ツアー、はいはい、この街ツアー2019密着スペシャルと題してお届けしたいなということでね、はい、ありがとうございます。とりあえずまだ始まったばっかりで。そうなんです、まだ始まったばっかりで。さすがでもタフですよね。そうですね、うん、普段からなんか結構動くのが好きだし、体力ある方だと思いますね。この番組でなんとその2月に行われた九州公演の2日間、はい、こちらにですね、同行して森高さんの素顔をカメラに収めると、はい、密着ということだったんですけれどもね、なんかすごい新鮮な感じでしたよ。でもなんかほら、はい、スタッフはなんかちょっとなんか旅行行くみたいな感じ、ノリ的に仕事してましたか？大丈夫？うん、ちょっとしてました。ちょっとしてた。わかりました。本州と九州を結ぶ玄関口北九州は、都会でありながら豊かな自然に囲まれています。九州上陸です。ケータリングはその街を彩るソウルフード。パン美味しそうやな。ちょっと待って、豚まんあるやん。いや、そんなに空いてたんだなってまず思ったのと、ですね、まあ、最近は東京だけっていう時もコンサートあったので、やっぱり自分の地元で見てみたいですっていう声をかけていただいた時に、そういう話があるってことはいいことだなと思って、やっぱり一番好きなのがコンサートなので、待っててくださる方にがいる限り、行けるのは幸せなことだなと思って。
かりました。久しぶりのツアーっていうこともあるし、コンサートに来たことがない方でも楽しめるように、意外とこうあの皆さんが知ってるような曲、まあほとんどシングルメインに考えたという感じですかね、はい、逆に今までこんぐらいのセットリストでいいはないです。そうですね、あのベスト版のコンサート版みたいな。やっぱりあのステージに立つ以上はあの派手にキラキラした感じであのやりたいなと思いますし、本当に一番後ろのお客さんまでそこにいるみたいな、まあ、誰でももちろん私のコンサート見に来てるから分かるんですけど、でもなんかこう存在感がある衣装でありたいなと思うのと、あとはなんかやっぱりあの今までの森高千里のイメージみたいな、ステージの上では派手なのが好きなので、なんかそういう衣装わーみたいな。お願いします。ではバンドの皆さん間もなく行きますね。ファン心理をやっぱ常に意識されて。そうですね、それはあの、うん、自分がコンサートとか見に行った時に思うのと同じ感覚だと思うんですよね、うん、なんか出てきたのになんか地味な感じだったらちょっとがっかりみたいな感じになると思うので、まあ、そこら辺はやっぱりみたいな、そういう衣装にしてます。期待を裏切りたくない、ミニスカート衣装の森高さんがツアーの1曲目に選んだのは18歳の時のデビュー曲。
まあそうですかね、どうなんだろう、うん、でもまあそんなに普段からそんな激しくはないから激しくないって言ったらおかしいけど、その欲望がないわけじゃないけど、なんだろう、あ、今は抑えてるのかな。でもまたね、あのステージに立つとまた変わるので、はい、なんかこうステージじゃないとできないことも含めて、なんか徐々に上げていきたいなと思ってます。続いては森高さんが初の全国ツアーを行った当時、その証として自ら作詞作曲を手掛けたこの曲です。街は今回私は初めてなので、またちょっと本当にどういう街なのかなと思って楽しみにしてます、はい、場所によってお客さんの雰囲気とかももちろん違いますし、あと、まあ、街中も多分私が全国、まあ、全都道府県回ってますけど、その時行った時よりもまた変わってると思うんですよね、街の雰囲気とかも。一番っていうか楽しみなのは、やっぱそのご当地というか、その場所でしか食べれないものとか、あとはなんか、まあ、その現地のスタッフの人にいろいろ聞いたりして、なんかそれをちょっと教えてもらって、またなんかこう情報収集したいなと思います、はい、食についてもまた調べてきて、これで食べたい。そうですね、焼きそばですかね、やっぱり、はい、まあ、麺類好きなので楽しみにしてます。あら、ちょっと、いやー、美味しそう。めっちゃ美味しかったです、うん、貴重映像ですね、これ。焼きそばとうどんと炭水化物、炭水化物すごい、なかなかヤングな組み合わせ
うどん似合いそういや、いいですね。甘いですね、甘いですね。あ、最高。原木椎茸、美味しそう。買いたくなっちゃう。でかい。そう、すっごい、なんかいろいろあって。そうっすね。私も買おう。なんか焼きそば。これどうぞ。これが入ってるの。そうです、グラグラが中に入ってる。いつも試食ないんですけど、ちょっとある七名様だけ。ありがとう七名様、はい、いつも出ないんですけど、今日は特別に、これまた全然違った感じになるでしょ、うん、詰まってて、本当だ。なんかさ、ふかふかっていうか、なんか疲れなさそうな。そうだね。なんか快感も見やすそうな快感、そんな奥までね。そうですね。ナイス。いい感じ。すごいね、一番なの。めっちゃ近いね。して北焼きそばを食べたことがなくて、ちょっと一回北に来たら絶対食べたいと思って食べたんですけど、普段皆さんよく食べられますか？やっぱり食べます。ソースがちょっとね濃いんですよね。で、甘い感じ、それがすごい、結構今まで食べた焼きそばの中で一番美味しかったかもしれない。お疲れ様でした。こういうことですよね。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。やっぱり本当にこう、まあ、九州、同じ九州、まあ、出身として、なんかこう本当にこう九州上陸した時になんて言うんだろう、ホッとするんですよね。なんかそのホッとした感じがコンサートの会場にもすごくこう溢れてて楽しかったです。はい、あったかかったですね、お客さんがね。まあ、今回はやっぱりツアーでいろんな町を、にこう行かせていただくので、なんかちょっとでもやっぱりその地のものというかものを食べて、名産とかを食べて、なんかやっぱりあこういう感じでしたとか、やっぱりそういう自分が実際食べた感覚でお話できたらいいだろうなと思うので、なんかこうただね、お名産はこれですよねとかっていうよりは、自分が食べた感想を言ったり、どこで食べましたとかって言った方が、やっぱりなんかこう見に来てくださる方は、あ、行ったんだとか、あ、食べたんだとかっていう、まあちょっと盛り上がりもあったりして、なんかそういうなんかこうやり取りみたいなのがすごく楽しいかなって思いますね。渡部さんとそんな話とかしたりするんですか？あ、してないですけど、でもこの間ちょうどあの金沢でコンサート行った時は連絡は来なかったんですけど金沢にいたみたいで、渡部さんがなんかインスタをチェックしてくださってて、いたんですよねみたいな話はしました。でも連絡はくれませんでした。やっぱり美味しいものを食べるっていうのが原動力になっていると思います。ね、確かに。はい。お疲れ様でした。はい、中身がある。これみんなが持ち鍋、持ち鍋で見えないと思います。そうだね。そう。
こっちは違うんやで、こちら最後締めの方がちゃんぽんと雑炊と選べるんですけど、ちゃんぽんでしょ。はい、おー、いやいやいや、なかなか見ない。そうです、ね、なかなか今まで見せてこなかった映像じゃないですか、これ。あんまりそういう、まあ、ないですね。すごい、なんか面白いもつ鍋でしたね。レモンが乗ってる。そうなんです、そうなんです。あれ誰が店決めるんですか。それ私が見つけて、え、ここがいいって言って、はい、で、あ、お座敷あるしこの人数で行けるって。そうです。はあ、森高さんテンション上がってましたよね。ちゃんぽんでしょみたいな。なかなかああいうテンションも見せないですかね、森高さんは。ね、あんなに主張するんですね、指名で。そうですね、どれにしますか。結構言いたいことは言いますね。で、インスタも、うん、これこのタイミングで始めたんですか。そうなんです、うん、あのツアーやるので、うん、まあ、そのツアーで食べたものとか、はい、なんかこういう感じでやってますっていうのをなんかこう伝わればいいなと思って、はい、でもやっぱりリアクションあると面白いでしょ、SNS もね。そうですね、うん、はい、さあ今回ですね、この街ツアー2019は、はい、まあ、どこも中心都市から少し離れた場所で開催しているということで、はい、これなんか、理由はあったりするんですか。理由というよりは、うん、もう本当にツアーをやるっていうとこう県庁所在地でやることの方が多いんですけど、うん、でもまあなんかこう今回やってくださいっていうところが、うん、なんかそれとは違う場所だったんですよね。でもそれでも呼んでくれくださるところがあるんだったら、うん、ちょっと行きたいなと思ってこう組んでいったので、そしたらそういう風になったっていう。ちょっと楽しいですよね。いや、初めてのところなので、ね、普段行きたいなと思ってもなかなか、うんうん、行けなかったりするので、ね、でもなんかこう今回行って、うん、まあ、やっぱり本当にあの美味しいもの食べて、ね、で、まあ、その、うん、まあ、いろんな人に会ってっていうのがすごい楽しい。まさかでもあの下の人も焼きそば食べたって言った時に、うん、焼きそばとうどん一緒に食べてるとは思わないでしょうね。そうですね、今まで食べた中で一番うまいな、もう日本全国全部あれ言ってるんでしょ。そんなことないですよ。焼きそばの中では一番うまい。絶対うまい。やっぱりさすがの MC でしたけどもね。そんなツアーね、真っ只中ですけど、はい、まず楽曲についてちょっとお伺いしたいんですけれども、うん、はい、森高さんのまあ中でも代表曲と言ってもいいぐらい、うん、当時の世の中にも強烈なインパクトを与えた、はい、私がおばさんにもなっても、はい、発表から四半世紀が経ったということで、この曲って、うん、改めて今どういう存在ですか。そうですね、うん、なんかこの自分の年齢の時に歌っているとは思ってなく、うん、そうですよね、もちろん作ってます。二十、うん、歳過ぎてた時に、うん、あの女盛りは19だよなって言われたのがきっかけで、あら、そんなことはないでしょみたいなで書いた。そうなんです。なんか森谷さんそういうなんか周りにいたちょっとムカついたことを歌詞にするけど、そうです、そうです、またとんでもない野郎がいましたね、周りに。そんなこと言うやつが。そうなんですよ。でも、まあ、もちろんですけど、やっぱ若い子が歌うって、うんうん、この世界観じゃないですか、まあ、歌詞 で言うとそうですよね。まあ、歌い続けるじゃないですか当然ね、はいはい、うん、それはなんか心境の変化みたいなのはなんかあるんですか、やっぱり。でもコンサートをまたこうやり始めて、うん、曲をこう、ね、セレクトしていくときに、なんかやっぱり、うん、なんかあの聞きたいなっていう、うん、こうファンの人たちが。ファンは聞きたいですけどね。そうですよね、うん、でそれをなんかこうあえて外すあのことはできないかなと思って、うん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 、でも私も歌っててすごく楽しい曲だし、うん、いつもこうやっぱりこの曲歌うとすごくテンション上がる曲なので、もう自然に歌ってますね。もう特に深く考えないというか、はいはいはい、でもこの曲はもう突っ込まれても何に突っ込まれても何しても突っ込まれても何しても歌ってやると、はい、歌ってやろうかなって
続いては気分爽快についてですけれども、はい、またこうこの曲も本当に一体となりますよね、お客さんが。そうですね。振りはどこから来たんですか、あれは。これは、うん、あの振り付けは、うん、あのその当時あのミュージックビデオがあって、はい、うん、そこでそういう振りをしてたんですね、はいはい、それでやっぱりすごい盛り上がるようになって、うん、コンサートやってる時に、うん、一度なんか私はこういう風にやってるんですっていうのを言ったらなんかやってくださって、それがなんかすごい綺麗で、でも意外と皆さ ん, なんか最初恥ずかしがってるんですけど、なんか結構楽しいから思いっきりやってくださいって言うと思いっきりやってくださって、それがすごいなんか楽しそうな表情に変わっていくんですよね。それもすごい面白い。いいですね、うん。彼との出会いで寄せ付け
なんと改めましてお誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。かなりこれ森高さん節目なんですよね今回。そうですね、50になりました。いやちょっと待って、こう、え、50歳そんな何回も言わなくてもいいですよ。では本日も、私がおばさんになるのでモニターチェックの方させてください。はい、はい、はい、45を過ぎたぐらいからいくつでしたっけとか言われて、45なのか6なのか7なのか8なのか9なのか、なんかもう自分でもよく分からなくて、なんかこうもう、今、ね、50になってからはもうすっきりしてるというか、もう50ですって言えるかなみたいな感じで、もう忘れも多分しないと思うしすっきりした感じで、また新しいスタートっていう感じでね、なんかもう本当にすっきりした感じでこれからまた頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。これからも森高さんは千里の道を歌いながらファンのもとへ、私たちをいつも元気にさせる歌、それが森高さんの歌 She Loves Music。 いやでもなんかそれこそ今おっしゃったみたいに、まあ、再スタートと考えた場合、はい、なんか新しく、うんうん、せっかく50になったしなんか、いや始めたいなとかありますか？なんかそうです、ね、まあ、これ言語も変わるじゃないですか。あ、そうですよね、うん、言語も変わるし、うん、なんでしょうね。でもなんか今まで やってこれなかったことをやりたいなって思ってることはいくつかあります、うんうんはい、ちょっと言えないです。言えないそれを我々今後こう楽しみに待ってても大丈夫。そうですね、そういう結果が出ることもあるかもしれないですね。まだまだちょっとまだ全然始めてないですけど、はい、いろいろ始めたいなって思って、いろいろじゃあ企ててる。そうですね、はい、渡部さんもじゃあ、はい、いろんなところ結構回ってるので、遊びに来てください。あ、そう、いや、それいいですね、だってあとまだ30何箇所あるんでしょ。そうです。あ、それいいな、ね、見に行きたいですね、地方ね。そうでしょ。じゃあ僕だから内緒で行きますよ、地方。最前列の真ん中にそれやりづらいですね
一つ一つ消えてゆく雨の中見つめるたびに悲しくなる傘もささず二人黙っているわさよなら私の恋思い切り泣いて強く抱かれたいけれど今の私は遠すぎるあなたが雨は冷たいけど濡れていたいの思い出も涙も流すからそっとあなた私の手を引き寄せ最後の言葉探してるのだけど私泣いたりなんかしない涙は雨のせいよ思い切り泣いてあなたに抱かれたいけど何もいらないこのままそばにいて雨は冷たいけど濡れていたいのあなたのぬくもりを流すから雨は冷たいけど濡れていたいの思い出も涙も流すから今の私は遠すぎるあなたが雨は冷たいけど濡れていたいのあなたのぬくもりを流すから雨は冷たいけど濡れていたいの思い出も涙も流すから
の歌を生で見ていかがでしたか？何かしら僕をやり遂げたような気がします。何かしらを一つのゴールだ。一つのゴールですね。これは本当に人生の何かのゴールを一個迎えました。わー、すごいね。ご家族がお疲れ様でしたって帰っていったよ。たっぷり1秒後、かまいたちに認めず、そしてアンバイが大きな一目。ここでもう一方スペシャルゲストを呼びたいと思います。森高千里さんです。こんばんは、森高千里です。皆さん盛り上がってますか？森高さんと一緒に、はい、スカパラの、はい、あの曲を、あの曲を、はい、いきたいと思いますけれども、はい、2003年の大ヒットナンバーです。曲は銀河と迷路。Thank you.
大事な曲をね、なんかもらえて、そうですね、もう本当にちょっとこういつもの自分のライブとは違う、こう緊張感がすごくこう自分の中であったの、大丈夫かなと思ってたんですけど、でもやっぱりステージに出たらもうすごい本当にそこからの皆さんが一緒にこういてくれるっていう安心感と楽しめて、はい、歌わせていただきました。楽しかったです。よろしくお願いします。僕らより森高さんの方は少しデビューが早いんですよね。だから僕は普通に森高さんとか曲をシングルとかバリバリ聴いてた世代なので、あの声でキングが聞けるって言ったんですよ。なんかまた新しくシングルカットしたようなそんな気分で今日はなんかライブができたような気がして本当に嬉しかったです。一番最初に森高さんの声が銀河とめ、ちょっと不思議な感じで銀河とめのなんですけど、なんか森高さんの声だしっていうので、みんなこうちょっとなんかニヤニヤしながらえっていう驚きが喜んじゃって不安だった。そうだね、ちょっと3センチぐらいみんな浮いてたね。まさかこんなにスカパラさんのこう前で歌うっていう、なんかこうやっぱりちょっとやっぱりこういつもいない緊張感があったんですけど、でもやっぱりなんかこうやっぱ音が始まったらなんかそれがそこリズムがすごく気持ちよくて、はい、楽しく歌わせていただきました。ビジョー31位は日本が誇る美脚歌姫森高千里さん。スタイルの良さ憧れます。自身で書き下ろした切ない失恋ソングは隠れた名曲となりました。森高さんの大ヒット曲といえばやっぱりこれですよね。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくれ、派手な水着はとても無理よ、若い子には負けるわ。私がおばさんになっても本当に変わらない、とても心配49歳でミニスカ姿を披露し全国ツアーを開始した森高千里。そんな森高が29年前あるカバー曲を歌っていた超貴重映像、その曲が山口百恵ひと夏の経験。90年代ならではの衣装にも注目。I'm not afraid to die.
抱きしめたらイマジネーション飛び立つのさ私の思い出のこの夏歌をお聴きください。渚のシンドバッド、気な人がサーフィンボート小脇に抱え美女から美女へ、ビキニがとってもお似合いです、浮かんだなどだいてちょいとお兄さんならまだしは唇盗む早業は噂通りだわ、私の知らないうちに二人して彼に憧れてたから、辛いけどオーケービールで乾杯飲もう、今日はどこと盛り上がろう、聞かせてよ彼と私もさ好きだったんだから、まさかあなたが彼を射止めるなんてさ、参ったな、私は正直ちょっぴりショック、人生だわこれも巡り合いなので、してくれて
Gentlemen, Happy New Year! Love Music 2018年はこの曲からスタートです。